ちは、ユアーズです。今回はホンダ ZR-V 専用インナードアポケットのご紹介です。 ZR-V オーナーの皆さん、こんな経験ありませんか？車に乗り込んでスマートキーをドアポケットに入れようとすると、そうなんです、 ZR-V のドアハンドルはポケットタイプじゃないんです。ああ、ここにキーを入れられたら、ここに小物を入れられたら、ここが収納だったら、諦めないでください。そんな時はこのアイテム、皆様の要望にお応えして便利なアイテムを開発しました。ホンダ ZR-V 専用インナードアポケット。インナードアポケットにぴったり収まる専用設計でフィット感は抜群。製品本体にクッションがついており、走行中にカタカタと音がしないのでストレスなくご使用いただけます。ドアポケット本体、滑り止めマットは取り外して水洗いが可能です。マット表面はエンボス加工が施され、収納したものが内部で動かず安心感も抜群です。取り付けはとても簡単、ドアポケットを上から差し込むだけ、わずか3秒で取り付けが可能です。ぴったり3秒で取り付けできました。そのままで装着できますが、装着後のズレが気になる場合は付属の両面テープを貼り付けて固定してください。このチャンネルでは新商品の紹介や取り付け動画を中心に、カーライフがもっと楽しく便利になる情報をお届けします。この動画が役に立ったという方は、グッドボタンとチャンネル登録、ベルマーク通知設定もオンにしてお待ちください。いかがでしたか？簡単取り付けでスマートキーも小銭も、ちょっとした小物も収納できるようになりました。専用設計なので、まるで純正オプションのような仕上がりです。ホンダ ZR-V にお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方は、グッドボタンを、チャンネル登録、ベルマーク通知登録もお待ちしております。